ウーラ級潜水艦は、ノルウェー海軍の通常動力型潜水艦。80年代後半から90年代初期にドイツとの共同開発で、全6隻が建造された。ドイツ側のタイプ故障は210型潜水艦。1972年に、ノルウェー海軍は老朽化の目立ち始めた、コッペン級の更新、近代化を図ることを決定した。建造は、 ドイツとの共同開発であり、耐圧尖閣と搭載機器の一部は、ノルウェーのコングスベルグ社が、アクティブソナーは、ドイツのアトラスエレクトロニーク社、パッシブソナーは、フランスのトムソン CSF 社、最終組み立ては、ドイツのキッセン・ノルト・ゼーベルケ社が担当している。最終間の収益が92年であり、老朽化しているが、2000年から2005年までの改修に加えて、 2006年から2008年からは、新型ソナー、リンク11、潜望鏡の改修などの近代化改装が予定されており、2020年頃まで収益する予定である。後継艦としては2017年2月3日に212型エネルが選定されており、4隻を調達予定である。近年、NATO のアクティブエンデバー作戦の支援のため、 数席が地中海に派遣されている。情報収集能力を期待されて任務についており、運用可用性が作戦に参加する艦艇の中で最も高いと評価されている。作戦海域が暖かいため、乗組員の快適さのために、館内の空調機能の強化が必要となり、新しい冷却システムが追加された。ありがとうございます。